回はですね、レンズ、レンズ。というわけで、前回じゃないかもしれません、その間に、まあ、何個かそのカメラについて喋ってる動画が、挟まれてたら和樹頑張ってるなということで、まあ、いいんですけれども、この EOS70D を、買って開封しましたという動画をですね、僕アップしました。でその時にですね EOS70D のボディと別に別メーカーのレンズを、買ってるわけです。レンズの紹介を、今日は、やっていきたいなと思います。僕がこの EOS70D と、一緒に買ったレンズがですねこちらです。もう早速いきます。シグマの、18mm35mm の F1.8DC っていう、これまあ、もう開けちゃってますけど開封動画じゃないです。これ全然開封動画じゃないんですけれども開封動画じゃないんですけれどもこれを、買いました。で大体ですねこの EOS70D とかについてくるキットレンズが、18-55 だったり、そのくらいの画角なんで、18-35 なんでちょっと広角寄りの方にグッとまとめられてるんですけれども、このレンズ実は世界初なんです。何が世界初かというと、まだ箱出てきますけれども 18mm35mm、ズーム全域でこの F1.8 っていうね、F 値が 1.8 っていう、もうものすごく明るいレンズになってます。このズーム全域で 1.8 っていうのが世界初らしいです今のところ。でキットレンズの場合だったら F3.5 から F5.6 とかね、そんな感じになってると思うんですけれども、僕が撮りたい、もう何回も多分言ってると思うんですけど、背景がもうボケボケの写真で、ポートレート写真、子供の写真であったり、草の写真であったり、なんかその物の写真であったりですね、そういうのはですね、やっぱ F2 を切らないと。 F2 を切ってF1.何 ぐらいの開放値じゃないとですね、ちょっとうまい具合に出ないんじゃないかなということを一生懸命考えまして、僕このレンズにしたわけでございます。中身なんですけれどもね、これもう真っ黒です。でこっちが、ピントリングで、こっちがズームリングですね。程よい、どちらも程よい感じにこうグリ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 いきますね。一番広角で、18mm、 ワイドタンで 18mm でぐーっといって、はい、テレタン一番、ズームにした時に 35mm になってます。 18mm35mm、18mm35mm のレンズなんで、APS-C サイズ、 APS-C センサーのついた EOS70D につけたら、画角が、35mm 換算で 27mm から 52.5mm、そうですね、まあズームにして、標準の画角ぐらい、結構径が大きいです。で、これ、何がかっこいいか、何がいいかっていうと、さっきもこうズームしてるんですけれども、インナーズーム、インナーピントということで、全然この全長が変わりません。これすごくいいなって僕思ってます。あ、そうそうそう。で最近のシグマにある A というマーク、これシグマの A ラインアートラインです。アートラインで、シグマにですねコンテンポラリーラインっていうのと、アートラインっていうのと、スポーツラインっていう3つのプロダクトラインがあるらしくて、僕が正直初め買おうかなと思ってた単焦点レンズの 30mmF1.4DC っていうやつですね、っていうのもこのシグマのアートラインに含まれます。歩いて歩き続けて、
節を重ねて